しい雨が降っています。日本チームがプロの奥寺そして木村が登場してアマチュアとの混成チームで初めてこのアジア大会に登場します。試合開始です。まず日本がボールをキープ。日本チームは赤いユニフォームをつけましたネパールとの対戦であります。持ち込みます。シュート、チャンス、シュート、ナイスボールですね。津波君ですね。1点です。津波の1点。さあ木村です。原が右を走ります。木村が持ち込むか、そのまま行くか、木村シュート決まった。3点目、木村見事な個人技。3点目、前半25分を回ったところ、木村ですが激しいマーク。さあセンタリングして、どうか、原が決めた。前半の8分に津波、17分原、25分木村、30分に PK で木村、40分に原がゴールを奪いまして、一気に5対0としています。さあここでネパールがこの試合初めてのコーナーキックを得ました。キーパーパンチングですが、シュート1本のネパールはチャンスを生かすことができません。ここでホイッスルが鳴りまして前半を終了しました。前半45分を終了して5対0、日本が大量リードを奪いました。あ、すごい水しぶき、相当芝も水が溜まってきましたね。その雨とボールを、この雨のために日本は前半のような鋭い攻撃が見られません。縦パスからいい形だ。シュートはネパールも後半に入って反撃のチャンスを伺います。日本5対0とリード。また雨が強く降りしきっています。ソウルの南160キロの海田公設競技場、ホイッスルが鳴りました。試合終了。日本第一戦5対0ネパールを下しました。このタイデンの公設競技場、日本対イラン、このグループにはクウェート、イラン、日本、バングラデシュ、ネパール、この5カ国が集まってきております。このイランとクウェートというのが力を持っております。ですからイランが持っていきます。左に10番が走っている。センタリングするか、イランのチャンス。さあまずチャンスが続く。シュート決まった。シュート、15番のチャンギチカ。イランが先制の1点を挙げました。さあまたイランボールか。懸命に原が取りに行きますが、中盤のボールの奪い合い、またイランです。この第一戦では奥寺ゴールはありませんでしたが、なかなかいいセンタリングもありました。そうですね、はい、そういう意味ではこの第一戦からこのイラン戦あたりが、あ、ここでファールは日本にファール。ちょうどゴールの30メートルぐらいのところ、前半の17分になるところ、ゴール前に壁を作りました日本。さあフリーキックはキーパー入った。カンピングに行きましたが入りました。前半17分、イラン2点目。キス非常にマークしに行ったのは堀池。日本は中盤でゲームメーカーの木村が徹底的にマークされまして、試合を組み立てられず、前半は1本もシュートを打てないままイラン2対0のリードで終わりました。またイランボールです。ゆっくり後半も日本は長い縦パスを出すだけの単調な攻めで得点できず、結局2対0で強豪イランに敗れました。日本はこれで1勝1敗となり、決勝トーナメント進出のために残りクウェートとバングラデシュ戦では一歩も後へ引けなくなりました。そういう面では日本は、はい、が出場して予選リーグが行われ、ネパールに勝ってイランに負けて1勝1敗の日本が決勝トーナメント進出をかけて今日ニューデリー大会で2位の強豪クウェートと対戦しました。日本白いユニフォームです。ご覧ください。クウェートは2勝、そしてイランも2勝を挙げておりまして、日本としては今日はどうしても勝たなければいけない一戦です。奥から打つ、セイダー、もう1入った。前半の24分、クウェートが1点を挙げました。今日は勝たなければいけないクウェート戦。奥寺が今日後ろに下がっていますが、ここでまたホイッスル、
日本奥寺が倒れました。奥寺が倒れました。ちょっと左の膝でしょうか、右の膝かちょっと分かりませんが、その辺を気にしました。奥寺、残り時間がなくなってきました。なんとかボールを取って最後の、さあ今度はクエトの方がチャンスになる。ノーマークになる。シュートを打った。キーパー弾いて、その後ヘディングが入った。クエト決定的な1点、2対0。日本は1勝2敗となり、ベスト8による決勝トーナメントへの進出が非常に難しくなりました。